はい、皆さんこんにちは。もうね12月に入ってもうねなんかね挨拶の言葉なんかを聞いてもね、もう良いお年をというね挨拶がまあちらほらとね聞こえるような、まあそういう時期になってきましたね。本当1年は早いですよね。まああれですね、まあ知人の畑の方もいろいろとねまあできてきまして、こう大根もね今ちょっと間引きやってるんですけどね、まあ、ちょっとまあ薄くもね大根の根がねもうできてきてるような時期で、まああとどうですかね、2月ぐらいするといい大根が、まあ、できるかなという感じですね。まあそんなこんなで、今日もまたね、まあ、よしな仕事を語っていこうかなと思うんですが、前回は、まあ、魂の不思議について語りますかね。まあこれ、まあ、魂に関してはね、まあ、私はこう魂ってなんかある種エネルギー的な感じのもので、まあ、ここはやっぱりエネルギー不滅のようなことが成り立つんじゃないかということで、まあ全くの無にならない、無にはならないんじゃないかなと、まあ、その意味では不思議なんじゃないかなと思ってるんですよね。まあこの自分という形で存続するかどうかは分かりませんがね、まあ全くの無にはならないだろうと思ってますね。はい。まあね前回もね言ったようにこう、まあ、よく脳がね、機能しなくなったらもう意識もなくなるんじゃないかという話はあるんですが、まあでも、まあ、脳っていうのは映写機のようなもので。まあ、映写機が映らなく、動かなくなっても、まあ、スクリーンは残ると。あるいは、まあ、脳を機械だとして、意識をその機械音だとしてもですよ。まあ、機械が壊れたら、まあ、音もしなくなりますけれども、まあ、音の倍質なんですかね。この空気は残るわけで、まあ、ぼーっとした意識は残ると考えるのは、まあ、理にかなってるかなという、まあ、気はしますよね。ただね、まあ、こういうふうにね、普通に、考えると、まあ、むしろの何らかの形で残る方が理にかなってるかなという気はするんですかね。ただね、まあ、こういうふうな考え方、に対してはね、いや、もっと最悪の可能性をね、直視するのが偉いんだみたいな、ね、考え方があってね、これはね、必ずしもね、いいとは思わないんですけどね、そのせいでかえってね、自然に考えれば、まあ、ぼーっとして意識が残りそうなんだけれども、まあ、そう考えられなくなるということもあってね、まあ、かえってね、そういうのはおかしくなるんじゃないかなと。まあ、エネルギー不滅に関しても、いや、この魂に関してそれが適用できるとは限らないとか、まあ、それいくらでも言いようあるんですがね。ただ、まあ、エネルギー不滅の原理っていうのは、まあ、今ね、もうエネルギーは物質と、まあ、ある意味同等であることが分かっていますので、要するに物は不滅である。存在しているものが本当の意味で無になることはないという、この原理ですね。これはかなり普遍的な、まあ、原理なので、もうこれは別に、まあ、意識についても、成り立つと考える方が自然かなと思いますよね。まあ、カントなんかはね、そういうふうに、いや、別の領域に範囲を広げて考えるのは、良くないみたいなことを言ってるんですが、私はね、まあ、カントの立場はね、全てが正しいとは思ってないんですね。カントはね、手堅いんですけれども、まあ、ちょっと手堅すぎるところもあって、まあ、その、手堅いのはいいんですけどね、まあ、ちょっと手堅すぎるかなという気もしないではないんですかね。で、この最悪の可能性、ということで言えば、例えば、ロシュフーコーなんかのね、死と太陽は直視できないと。まあ、あるいはニーチェは、まあ、それでも、まあ、死も含めてね、あらゆることを直視することを、まあ、試みる。まあ、超人というのはそういうことなんですかね。まあ、そういう哲学なんでしょうけども、ただね、そもそもね、私はね、最悪は直視しなくてもいい、別にいいんじゃないかと思うんですね、最悪の可能性っていうのは。ね、っていうか、むしろしない方がいい、場合さえ少なくないかなと。というか、そういう場合が結構多いんじゃないかなということは思うんですよね。例えば、愛ですね。まあ、無条件の愛だとか、まあ、家族愛でも、まあ、いいですけども、まあ、それももしかするとフィクションかもしれないわけですよ。
もしそういう可能性もあるわけです。でもしかしその豊かなフィクションを信じることによって、まあ、豊かに生きられる、まあ、これはいいことだと思うんですね、うん、で、まあ、最悪の可能性としては、まあ、もうそれは幻想かもしれないという、ことなんですけど、それ直視するのがいいのかというと、むしろ直視しないで、まあ、豊かなフィクションを信じられることの方がいいことじゃないかなと、まあ、思うわけですね、うん。で、まあ、ニーチェの哲学なんてのはすごく正しく見えることです。まあ、すごく正しいことを言ってるように見えるんですね、うん。だけども、なんか それでなんか変な方向に行くんですよね。なんか妙に非人間的とでも言うんですけど、なんか不気味な感じの哲学になってるわけで、これは普通にね、見ていくと、あ、これ何かおかしいなと、うん、いう感じがね、まあ、するわけなんですね。うん。これはね、確かにニーチェはこう、まっすぐ正しく考えようとしてるんです、でしょうけども、まっすぐ、進んだら、それで、正しいかというと、そう、もしかすると空間自体が曲がってるとしたらね、まっすぐ進むと曲がっちゃうわけですよ。例えば相対性理論なんかもね、そんなこと言ってますよね。曲がった空間で直進しようとすると、まあ、戻ってくる場合もあるんですね。うん。もう戻ってきたらこれおかしいですよね。で、これね、物理空間も、まあ、そういう可能性があるわけですけども、思想哲学の空間なんかも、これ曲がってるんじゃないかなと思うわけですよ。うん、まあ、数学の言葉で言えば、こう、コホモロジーなんていうのがありますけどね、こう、ぐるっと回って戻ってくる、この輪っかみたいなことになってると、輪っかみたいな構造があると、まあ、これコホモロジーというのがね、まあ、あるわけなんですね。うん。うん、コホモロジー、まあ、なくても戻ってくることは、まあ、まあ、穴が開いてるかどうかですから、まあ、穴開いてなくても戻ってくる可能性あるのかな。いや、まあまあ、でも、うん、まあまあ、とりあえずコホモロジーがあると、うん、そういう可能性が出てくると。うん。まあ、これね、だから、まあ、これは何かおかしいという雰囲気ですね。これを感じると、まあ、良識のある人は、あ、これを、あ、おかしいなと。まあ、なんとなく見て取るわけです。うん。ただ、ニーチェ哲学の立場からすると、いや、それは凡庸な立場だと。いうことなんでしょうけども、しかしね、これむしろ凡庸こそがここは凡庸であることが正しいんじゃないかと、まあ、思うわけですよ。まあ、何でもかんでもうがった見方をすればいいってもんでもなくて、やっぱね、うがった見方をしない方が、凡庸に考えた方がいい場合っていうのはあるわけですね。で、本当にね、うがった考え方すべきときにはうがった考え方をして、また普通に考えるべきときには普通に考えるっていうことこそが、私は本当の真の知恵だと思うわけですよ。うん。むしろね、で、いつも何でもかんでもうがって考えるのがいいと思うのは、むしろこう、私に言わせれば二流の知恵なんですね。うん。だから、ここはね、そのおかしいという雰囲気っていうのは、これね、むしろその感覚を信じた方がいいんですよ。うん。まあ、これ、まあ、数学でスキームっていうのがありますけどね。スキームってこう、図形に、まあ、ある種、木のようなものが伴っているというモデルなんですね。まあ、構造層というのがね、まあ、そういう木に当たるようなものなんですが。で、このおかしいという雰囲気は、その、まあ、木ですね。まあ、構造層に当たるものですね。うん。で、まあ、その構造層のね、コホモロジーというのは、その低空間、その、見た目の図形自体のコホモロジーと、まあ、連関しているわけで、うん。その、だから雰囲気を見れば、そうって、元々の思想の空間も、の構造も見えてくると、いうことですね。だから、おかしいという雰囲気を感じたということは、そこに、まあ、コホモロジーを見たわけですね。ということは、その思想の空間、にもコホモロジーがある。まあ、これちょっと、あ、これはおかしいぞと、曲がってるぞと、いうことなんですね。こういうふうに、この雰囲気ですね、このコホモロジー、このおかしいという感覚から、
まあ、思想空間のコスモロジーを見て取ること、これこそがこう知恵なんじゃないかと、まあ、私なんか思うわけですよ。うん。ただね、それでもね、最悪を直視できる自分という子に、まあ、こだわるっていうね、まあ、ことからああいう哲学になってるんだと思いますけども、まあ、それがね、ニーチェに言わせればそれが強さなんでしょうけども、でもそういう強さにこだわるということ自体が、私に言わせれば、これ人間の最大の弱さなんじゃないかと、まあ思うわけですね。うん。で、まあそういう、まあ最悪の可能性も含めてね、まあ直視すべきだという話になると、まあ直視できない、まあ、ところがあるとすれば、まあ私に言わせれば、まあこれ、以前も言いましたけど、それは水の中の泡のようなものだと。で、だけど、ニーチェは何をやろうとしているか、まあロシュフーコーにしようね。まあこれ私に言わせれば、この水の泡をガーッとこう、かき回して、泡をもう小さくして見えないようにしているだけなんですね。で、だから泡の操業は変わってないんですけども、まあ小さくて見えなくなっているので、彼らとしてはこうそれを直視しているとい う, こうフィクションを信じられるわけです。まあ、そのフィクション直視、自分は直視できているというフィクションによって、まあ、彼らは救われているわけなんですね。うん、まあ、そのこと自体が一つの、まあ、泡という泡なんですが、ただまあ私はまあそれならそれで別にいいと思うんですよ。で、彼らがそのフィクションを信じることによって救われているんだったらば、まあ彼らのそのフィクションは守ってあげればまあいいと思っています。うん、ただまあ、まあそれはそうなんですけどね。うん。まあいずれにしてもこの思想哲学の世界はこう、どう曲がっているなと。まあ、相対性理論みたいな話ですかね。まあそういう曲がった空間だと、まあ直進ではなく曲がって進む。直進ですね。曲がって進む。極進です。それがむしろ正しいんじゃないかということですね。うん。まあ、これをまあ標語風に言うとこう世界にはコホモロジーがあるということですよね。うん、これはあの物理空間 もそうかもしれませんが、むしろもう思想哲学の空間こそが曲がっている。そこにこそコホモロジーがあると。だから真実は直視するよりも曲視、曲がってみること、曲視することこそがまあいい、あるいは正しいというふうに思うわけです。うん、だからその豊かなフィクションですね、まあ、愛でも無条件の愛でも家族愛でもいいですけど、これを信じること、 あるいは信じようと試みることこそが大切なんです。それは違うかもしれないとかね、そんなことは直視すればいいってもんじゃないんです。ここは曲視、曲がってみていいんです、ね、フィクションかもしれないこと、豊かなフィクションをこう信じること、信じようとすること、まあ、これこそはやっぱり大切なんじゃないかということは思いますね。うん。まあそういう感じなんですかね。うん、まあ本当ね、まあ今回ね、こういうことを語りたかったなと思うことが語れたんじゃないかと思いますね。うん。まあこのね、視聴者の評価がどうなるかわかりませんし、まあ賛同していただけるかどうかはわかりませんがね。まあ、この語りたかったことを語れてね、とてもね、充実した気分ですね。うん。でね、こういうことを考えられる上でも、結構ね、数学が役に立ってるなという気はしますよね。まあ、非ユークリッド幾何もそうですし、まあ、コホモロジーやスキームにしてもそうですしね、うん、数学って結構役に立つなということは思いますよね。うん。まあ、数学自体ね、別に役に立たなくてもいいんですからね。役に立たなくてもそれ自体にもう価値があるわけですから、役に立たなくてもいいんですけれども、にもかかわらずね、結構ね、結果的に、結構役に立つというところはね、まあこれはとても面白いですね。うん、はい。まあそんなこんなでね、語ってまいりましたが、そうですね、はい、今回の動画ね、参考になったという方は高評価、チャンネル登録とよろしくお願いします。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。さようなら。